気化植物。気化植物は、植物に属する外来種である。普通、遺カンタ植物の範囲で考える。気化植物は、単に国外から入った植物の意味ではなく、人為的な手段で持ち込まれた植物のうちで、野外で勝手に生育するようになったもののことである。意図的に持ち込まれたものも、そうでない、ヒート的なものも含まれる。外来種には、様々なものがあるが、 人が移動の際に伴う生物の種数としては植物の方が多いようである。例えば作物と家畜の種数を比べればその差は大きく、意識的に運ぶものでは植物がはるかに多い。植物は景観を構成するので一般の注目を引きやすい面もある。そのため、木下植物は広く人目につきやすい。作物以外にも園芸や牧草。 林業などの目的で植物は運ばれる。それに付随し、あるいは無関係に意図せぬ形で持ち込むものもある。いわゆる雑草にはその例が多い。用語としては、栽培植物が野生化したものに対しては異質気化植物という言葉もあるが、栽培異質と称して気化植物とみなさない場合もあり、その場合にはより競技の使い方として気化植物は 意図せずに持ち込まれて野生化したものだけを指す。しかし、この両者は区別しがたい場合もあり、大抵はまとめて扱われる。気化植物は人間の活動と共に存在したと言っても良いほど、非常に古い歴史があり、世界的に分布する雑草はほとんどその可能性がある。近世以降、人間の移動が飛躍的に広く速くなるに伴って、生物移動もはるかに多くなった。 企化という言葉からわかるように、この語は国外から入って自生的に生育するようになった植物を指す言葉である。しかし自然にとっては国境には大きな意味はない。日本は他国と領土が連結しておらず、その内部においては比較的まとまった生物上を持つため、その外から侵入したものを判別するのは簡単であり、その異質性も理解しやすい。しかし、 領土が連続しているような国においては、国境を越える分布の拡大を特に意味深いものと捉えるべきかどうか、半然としない。しかし、自然な分布拡大と極端に人為的なそれとの判別は、はっきりわかる場合も多い。逆に、国内においても、本来異質な植物症を持つ地域の間で移動させた植物は、地化植物といっていい状況を見られる。日本では、 小笠原諸島に持ち込まれた植物に、そのような例が多い。気化植物といえば、普通は、イカンタバ植物の範囲で考えるが、海藻にも、気化種があり、イチイズタのように問題となる例も出ている。日本本土の植物、シガルイまで含むが約4000種、そのうち、気化植物は1200種と言われている。 おそらく最も古いものは人の伝来にまで遡らねばならない可能性がある。少なくとも農耕文化は多くが国外からもたらされたものであり、それらは同時に多くの気化植物をもたらしたと考えられる。現在も農村や畑周辺に見られる雑草にはそのようなものが多いのではないかと前川文夫は考え、これを自然気化植物と呼んだ。ただし、 彼がその例として挙げたものの中には自生ではないかと言われているものもある。それ以降、江戸時代までは時代によって様々ではあるが国外との物流は持続し、気化植物の種数は増えていったと考えられる。しかし、江戸末期からは物流は一気に激しくなり、気化植物は急増する。そこでこの時期以降の気化植物を新気化植物、それ以前のものを旧気化植物と呼ぶこともある。 一般的に気化植物といえば、種として、新気化植物を指し、気化植物図鑑などもほとんどがその範囲である。気化植物のほとんどは双本である。それも一年草が多い。これは、口述するようにその生育環境が人里であることも、その理由の一つであるようだ。しかし、樹木に例がないわけではない。日本では、いわゆる気化植物では、木馬王など、 日本国内移入種で、九州から中部地方への青文字の例があるくらいであるが、いわゆる踏前期化植物では、クスノキやナギなどの例がある。海洋島では樹木の移入種の例も多い。これは一つの理由としては、原産の樹木が少ないため、木材生産用に持ち込まれる例が多いためである。日本国内ではあるが、琉球列島から小笠原諸島へ赤木と琉球松が持ち込まれ、 在来の植生を圧迫している。分類上の位置は非常に広範囲にわたるが、群によって、喫下種の多いものとそうでないものがある。喫下とイネ科の種が多いのが目立つ。これに豆科を加えて、喫下植物の三大化との声もある。これらはそれぞれに高等な分類群であることが知られている。しかし、同じように高等な群とされている卵化植物には、喫下種がほとんどない。 侵入の経路としては植物の持ち込みを意図した場合とそうでない場合がある。全くそうでない例は様々な機材に種子などが付着して持ち込まれる場合である。完全に意図して持ち込まれるのは栽培植物として持ち込んだものが野外に逃げ出す場合である。動物は普通は逃げ出さない条件下で飼育されるが植物はそのような配慮がなされないから逃げ出すのは簡単である。 おおよそは、以下のようなものが挙げられる。この両者の中間として、次のような場合もある。普通は、人為的に拡乱された場所に侵入しやすい。例えば都市のさらちなどでは、放置すれば、気化植物ばかり生えてくることが少なくない。外国との物資の出入り口である港や空港には、特に気化植物が多く見つかる。同様に工場や駅などの物資の出入り口にも、 気化植物が入りやすい。鉄道線路のバラストを敷き詰めたような厳しい環境であっても、むしろビロードモーズイカなどは好んで生育する。沖縄県などの米軍基地が所在する地域では、軍事物資に紛れて、気化植物が侵入することがある。沖縄県全域に生育する気化種の城の仙ンング草、立川行き仙グ草は、1969年代に、カデナ基地に侵入し、 そこから広がったとされている土屋宮城1991多くの植物はそのような場所で繁殖するもののすでに古くからの雑草で埋められている農村やより自然環境の保存された場所にはあまり侵入しない。日本のタンポポに関しては在来種と西洋タンポポの間にそのような関係があるとされ都市化の指標生物として西洋タンポポが指定され その分布調査が行われたこともある。しかし、日本では河原や湿地、地消などでは外来種が侵入し、在来種に置き換わる例が少なくない。そのような環境はもともと一定の拡乱を受けつつ、成立している側面があること、それに、現在の日本では水環境に不栄養化などの環境悪化が進んでいることなどが原因とも言われる。 長期にわたって栽培されていながら、ほとんど逸出していない植物もある。例えばコスモスなど、河川敷などに大量に栽培される例も多いが、野生状態で見ることは、まずない。高度に、品種改良が行われたものも逸出しない。大抵はその過程で野外での競争には弱くなっているからと考えられる。それでも、後輩で作出された。 園芸品種から野生化したヒメヒオギズインのような、例もある。国外の植物が新たに野外で生育しているのを発見された場合、それは新しい気化植物とみなされ、報告記録される。しかし、それがそれ以降も生育を続けるかどうかは定かでなく、しばらくして姿を消すことも多い。かといって消滅したとは限らず、実際に、 別の場所で発見されることもあるから、それがすぐに帰化しなかったとは判断できず、帰化植物として記録されたままであることが多い。したがって、帰化植物として記録されたものがすべて現在も生育しているとは限らない。侵入した帰化植物が大繁殖する例がいくつか知られている。日本では、聖高和立草が1970年代に大繁殖をして、 あらゆる空き地を埋め尽くす勢いであった。逆に、日本のクズのように、日本国外で大繁殖して問題になっている例も、ある。植物に限らず、移入種が大繁殖する例はよく知られており、これはその地域に馴染んでいない生物であるだけに、天敵がいないなど、生物群衆として、その種の個体数増を抑制する仕組みが存在しない、ためと言われる。一般的には、当初で、 気化植物による弊害が大きい。特に海洋島では、在来種が圧迫される例が少なくない。そのような島では、在来の植物症が豊かでない例も多く、例えば有用植物の不足から多くの植物を持ち込んだ例も多い。海洋島では、在来の植生がバランスを欠いている場合も多く、空いた日地を数少ない種で埋めているから、侵入種の繁殖を可能にしているとも言われる。 ガラパゴス諸島では赤キナの木がマラリア治療薬として持ち込まれ山頂部の景観を変えるまでに繁殖している。繁殖するにはその場にその種の生存可能なニッチが存在しなければならない。異入種が繁殖するのは原産の種でそのニッチを占めるものとの競争に勝つからであろう。一概には言えないが一般に当初では原産種の競争力が弱いものと考えられる。 人為的格乱のある場所では、そのようなニッチを人間が開けているので侵入が絶やすいと見られる。他方、一旦は定着したかに見えても、その状態が続くとも限らない。聖高泡立ち草の場合、現在では高さが2メートルにもなる群落を見ることは少なくなり、道端に見かける雑草の一つになった感がある。これは、この種を攻撃するアブラムシなどの天敵が出現したことや、 従来の植物が根の伸び方の関係で使用できなかった肥料成分をセタ聖ワダ田ウは深い位置まで根が伸びる性質によって使用できたことにより大きくなっていたが時間を経てその肥料成分を大方使ってしまったことなどが要因である。大松酔い草やおなもみなどは一頃は日本中にごく普通に見られたものであるが現在は見ることがほとんどなくなっている。おなもみについては その代わりに、大女もみなどがよく見られるので、より強力な、新しい機械種に置き換えられたとも考えられる。蒸気の生高泡立ち層の場合、日本の生態系の一員として収まったという見方も、ある一方で、それによって生息域を奪われた植物、タコの足など、及びそれに関連を持っていた、動物群衆のことを無視できないとする意見もある。ある地域の植物のうちで、 気化種の率を気化率という。日本では地域によって差はあるが、1930年代には数パーセントと推測され、1960年代では10%以下、2000年時点では10%前後とされ、都市部では20%を超す地域もある。日本国外ではアメリカ合衆国が気化率が高いことで知られ、在来種1万7000種に対して、 気化種が5000もあり、平均した気化率でも29%、州によっては45%に達するところもある。海洋島ではハワイのマウイ島が47%とやはり高い値となっている。逆にアフリカはタンザニアのゴロンゴロでは3%と非常に低いことが知られている。気化植物が起こす大きな問題は在来生物症の攪乱である。 特に、前述のように、海洋島では、その影響が著しく、在来の植物を絶滅に追い込む要因にすらなる。このような判断は20世紀後半まではあまり、意識されず、そのために安易に、外来種が導入された事例が多々ある。それ以外の地域では、多くの気化植物は人為的な格乱地にのみ生育するものが多い。中には、在来の植生に食い込んで、 大繁殖する例も少なくはない。聖高浜立草のように多感作用で他の植物の生育を妨げるものや銀ネムのように土壌を窒素型にするものは植生自然な繊維を妨害する。大量に増えることそのものが人間生活に影響を与える例もある。日本では琵琶湖島でコカナダモが大繁殖し漁業などの妨げになった例もあるし、ホテイアオイやボタンウキクサは 熱帯各地で雲などをせき止める被害を出している。植物そのものが鋭い棘を持っていたり毒があったり、するために被害をもたらす例もある。その著しい例が、セリカのジャイアント、ホグイードというコーカサス原産の花うどの仲間である。巨大な裂ける葉を持ち、高さ5メートルにもなる巨大な草であるが、19世紀に定義用に導入されて、イギリスに帰化。 皮膚にその汁がついてから日光に当たると赤く腫れて何年も跡が残り、そのために多くの人が被害を受けた。ちなみに川沿いに繁殖するので釣り人の被害も多いが、密集した群落は他の植物を寄せ付けず、そのために在来の植物も圧迫される。さらに開花後一斉に枯れる土俵土が剥き出しになり、その流出で川が汚染されて酒類の卵がそれに、 埋まって死ぬという被害も生じる。日本では、ブタクサやカモガヤなどが花粉症の原因となることで問題となった。在来の植物に禁煙種があった場合には、遺伝子汚染の懸念される例もある。日本のタンポポに関しては、西洋タンポポが3倍体であるためこの危険はないものとされてきたが、実際には特殊な形で遺伝子汚染が進行していることが知られている。 移入種一般に対する見方は20世紀において大きく変わった。当初はそれが批判されることは少なく、逆に人為的に移植される例が多かった。資源として持ち込む例もあったし、聖高和立草などは他地域に侵入したものを見て、美しいからと移植した例もあったようである。しかし後半になると、戦術のような様々な問題が指摘され、 また生物多様性の重要さに対する認識も高まり、原則的には起こるべきではないこととの認識が定着しつつある。日本でも2004年に特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律が交付され、リストアップされた生物に関するやり取りや移動が規制されるようになった。2000年に国際自然保護連合の保全委員会は、 世界の侵略的外来種ワースト100を発表した。これは、生物多様性と人間の活動への影響力と、生物的侵入の典型事例という観点から選ばれたのであるが、以下の植物が選ばれている。それぞれの属から一種ずつが選ばれており、同族の複数種が問題になっている場合は、その中の一つがそれらを代表する形で挙げられている。人里に生育する種は、 往々にして、反世界的な分布を持つに至る。稲科の雑草にはその例が多い。逆に庭埃などは日本原産であるが、現在では世界に広く生育する雑草となっている。中には、本来の原産地がもはやわからないものもある。気化植物には熱帯系の種が多く、そのため日本では団地に気化種が多い傾向が見られるとも言われる。 日本における主な気化植物を挙げる。上述のように気化植物の種類はとても多いので、ごく代表的なもののみを取り上げた。古い時代の気化植物とされ、普通は気化植物扱いされないものも含めた。それらにはプラスをつけて区別した。不味善気化植物ではないかと言われているものの、はっきりしないものは数多く、それは以下に例を示すのみとする。 企かかどうかの議論の分かれるものの例、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。